はい、お疲れ様です。お疲れ様です、タイミング、はい、今日は池原ダム、池原ダムですね。今日はニブちゃんと一緒に乗ってます。修行してますね。はい、はい、で今日は10月の2日、2日です。朝はむっちゃ寒かったけど、今はめちゃくちゃ暑いめちゃくちゃ暑いですね。めちゃくちゃ暑いですね。はい、で状況としては、まあまあ今これ前期の上流なんですけども、うん、ご覧の通り青子だらけ、青子だらけでございます。もうすごい青子です。です。サイトはほぼほぼできませんね。ですね。はい、はい、で今のところ朝一ビンゴ行って、そうですね、ビンゴでビンゴで魚釣ったっけ、釣った40、うん、40ちょろ45ぐらいじゃないの、うんうん、あそうか、うん、そうかそうか、うんな感じ、まあ、パラ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 と、うん、うん、でまあ水深って言ったらどれぐらいのレンジでいてるやろ。まあ浅いとこもいてれば深いところもいてる、うん、ちょっと見える魚の回遊が深いですね。そうですね、うん、うん、であとは何やろ、まあやるなら岬周りとか、あ岬マーカ土絡むような、うんうん、うん、ですね。場所か、うん、あとは水のいい場所を選ぶ、うん、そう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 、うん、でもでもこの厳しい、なんか顔笑ってますねこの厳しい、こんな水の色で、でこの人はでやりましたね。釣れましたね。ちょっとどんな魚釣れたんかちょっと見せてもらいましょうか。しゃあないですね。はい、ちょっとちょっとご準備します。はい、ちょっと楽しみやな。さあどうでしょう。おなんかすんげえ音鳴ってるよ。こっちからどっちでもいいよ。よいしょ、よっ、はい、いくよ。せーの、ドーン。うおよいしょ。でかいでかい、ブリンブリン。そうです、これはいい魚っすね。ですね。むちゃくちゃ綺麗。うわー、最高最高。お腹もパンパン、お腹パンパンって感じです。はいはい、まあ、がいい。それはどこで釣りましたか。これはね、白川の上流、上流、もうほんと最上流かな。そうです ね、はい、もうほんと一本見えた、うん、ね、ほんま一本だ だけ、ほんまの一本だけそれを何で行きましたか。虫で、虫で、はい、いやこれちょっと僕も見てたんですけど、あの流れの中にドリフトさして口の前まで虫を持っていくというテクニックを使って、珍しく綺麗にはまりましたね。はい、はい、一撃ですね、はい、ちょっと最後バタバタしましたけど最後ちょっとバタバタやった ね。いやでも今日ね、ザルツも、うん、そうそう、だってもう完全に石に擦れてもうあかんと思うんで、うん、もうだ絶対切れるって思う。え、3ポンド、3ポンド切れ、うん、もう絶対切れるは思ってたけどやっぱ切れへんだ。切れないです。すごいね。うん、あの僕も使ってます、ザルツ3ポンドですね。最高です。はい、でどこ行ったら今から、今まだだからね、まだ今一番日高い時間帯やから、うん、そう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 今もうほんま、もうこんなこんなこんな、でも水はこんないやほんまね、まあちょっと深いところを一回丁寧に、うん、そうですね、深いところ、うん、最後に行きましょうかとね、うん、今日はまあまあ人も多いし、
うん、多いですね。ね、まあ、あのとりあえず水は終わってるっていう。で今あのこういう感じ、もうボコ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 ってそこからあれなん、ガス溜まってたんかな。ボコ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 って、うん、状況的には2日3日前に台風の影響で、うんうん、そう、あの雨がね結構降って、うん、よくなってるんかなとは思ってたんですけど、うん、ね、水が入れ替わってると思いきや、うん、もうほんと全域は起こっていう感じで、そう、なかなかですね、厳しいですね、厳しいですね。とりあえずでかいの、そうですね、釣らしてください、うん、ちょっとブラインドでね、はい、なんかいいことしていい釣り方探さんとね、ちょっと新たな新しい発見ちょっと探しましょうか、うん、そうですね、ね、こう見えない状況をどうするか、そう、うん、あサイトでしか腰つらんって多分思われてるから、ね、ブラインドでもね、そうやね、ちょっと いいのが混じればと思います、ね、はい、多分今日はこのまんまずっと釣りしてたらむっちゃ日焼けすると思います、うん、めちゃめちゃ暑いです。10月やのに体感30度超え、うん、30度超え、もう汗びっしゃりっす。はいはい、さあ今からどこ行きます？どこ行こっか。まず沿岸下流域の、うん、まあ、ちょっとベイト多そうな、そうっすね、ところとか、ちょっと水、まあまあこの青子もこれ表層、まあ中層ぐらいまでしか多分入ってないんですよ、これ。だから、うん、まあまあ深いとこは多分まだちょっと水はマシかなっていう感じですけど、ね、うん、とりあえずね、ちょっとまだ丁寧に深いところ探ってないんで、うん、そうそうす、うん、ちょっとこれからやりましょう深いところ。まあとりあえずは、はい、まあ今のところ状況としてはネコリグが一番よく、ネコリグとあとはもうちょっと見えたら虫のサイトが一番良かったですね、うん、そうですね、はい、うん、ぐらいですかね。ですね、はい、じゃあ頑張りましょうか。頑張りましょうか今から。っていうことで、かき分けて、かき分けていきますか。いきましょう、はい、はい、じゃあ池原タイミングでした。おめでとう。